皆さんこんにちは、シローです。毎週恒例紹介銘柄週間報告をさせていただきます。先に自己紹介をいたします。スチールの米国株ノートを運営しています。 YouTube では主にアメリカ株の優良個別銘柄について動画にしています。紹介銘柄は YouTube、ノートを中心に必ずフォローしています。もし動画が良いと感じていただけたらチャンネル登録よろしくお願いいたします。またメンサがいいんです。メンサやプライベートに関してもノートでたまに書いていますので、よかったらご覧ください。この動画では紹介銘柄の週間騰落率、来週の株価展望、スチールの今後の投資戦略について紹介していきます。まずはロエティファーマです。今週も上昇。週間騰落率はプラス 3.7% です。次の銘柄はアーバタスバイファーマです。今週も上昇。週間騰落率はプラス 0.7% です。来週の株価展望を紹介します。ロエティファーマ3週連続の上昇。新規ニュースはありませんでした。アーバタスバイファーマ3週連続の上昇。2月29日に決算発表予定です。個別株の推移を確認します。今週は決算と FRB 交換発言で揺れた1週間でした。小型株は横ばいの推移ですが、決算発表は増えてきたので注意してください。今後の投資についてお話しします。週間騰落率 S&P 500プラス 1.66%、ナスダックプラス 1.40% でした。NVIDIA 決算で上昇した1週間でした。NVIDIA 決算は予想を回り、半導体銘柄が全体的に大幅上昇しました。FRB 交換は利下げ時期について言及を継続しました。最後にスチールの来週の投資スタンスは AI 強化維持です。来週は PCE と ISM 製造業景況指数に注目しています。随時配信で景況感変化などを発信していきますので、合わせてご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画面白かった、役に立ったと思う方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また友達や周りの方にもぜひ見ていただけると嬉しいです。ノート、X も毎日動画について更新してフォローお願いします。以上、シーローでした。また見てください。